はい、おはようございます。火曜日、なんとか2日乗り切ったぞ。先週の金曜日はね、マジやばかった、もう倒れるかと思ったね。何だったんだろうな、血糖値スパイクだったのかな。もう寝不足がたった金曜日は寝不足がこうどんどん溜まってくるね。寝だめできないけど寝不足は溜まるっていうやつですね。今日は、結構ね絶好調、体調もよろしいよ、寝たからね。今日の卵焼きはそれに出てね、こう寝起きね、快活の時はね、こう卵焼き作っちゃうね。卵焼き作る時はだいたい健康状態良いっていう、テンション高め。ねえ、何だったんだ金曜日。もう弁当の道具全部出した上でやめるっていう、あ、これやると俺死ぬやつだっていうね、なんか変な危機感を感じてやめましたけど。もうブラック企業まっしぐらのね、あたりちゃんのお仕事ですけども、でも卵焼きは今日はいいね。もう一回言うよ、体調がいい時は卵焼きを作ります。というわけでありがとうございました。よかったらご覧、チャンネル登録よろしくね。またね、またね。